おパンティー松本でお願いしますね。どうも、プロスピナンバーワン芸人の大野孝也です。よろしくお願いします。アーナちゃんです。よろしくお願いします。まあ、冒頭の言葉はちょっとね、昨夜の生放送で、アーカイブで見ていただいて、まあ、もう見ていただいたらわかると思います。はい。おパンティー松本でお願いしますね。はい。ということで、今日は TS 第5弾がやってきました。ありたます。まあ、いろいろね、ちょっと更新来てるんで見ていきましょう。まずね、このリアルタイム対戦球審祭ということで、10月開催予定ね。野球版が正式リリースさせるみたいですね。まあ、これはね、サクッと見ていきたいんだけど、野球版は僕はまあ、そんなにやらないかなっていう感じはしてます。まあ、ベータ版やったんだけども、まあ、そんなにっていう感じかな。まあ、普通のリアタイが楽しいかなって僕は思ってます。はい。で、まあ、球審祭には2つの陣に分かれて対戦、好きなゲームモードを選んで遊ぶことができますということで、まあ、なんかあんのかな、CM も A 制作中ってことでね、まあ、これに関してはちょっともうちょい時が経ってからね、掘り下げていきたいと思います。で、リアタイのピックアップスカート聞いてますよ。まあ、選手ね、先ほど見たんですけども、まあ、どうかなっていう感じはする。まあ、なんか、あれみたいな選手もちょっといたから、まあ、名前は伏せますけどもね。そして TS 第5弾に来ました。ありがとうございますね。まあ、この後徹底解説していきます。で、アニバですね。アニバの先発総選挙が来ました。まあ、この累計で、TS 第5弾の選手がゲットできますよ、ということでございますね。まあ、これはね、まあ、単純に、V ロとか試練とか、まあ、回れば、券がね、もらえるんでね。で、それで投票するという感じでございます。まあ、簡単ですね。てな感じでございます。さあじゃあね、TS 第5弾、まずね、20連で1人確定で、40連で自身も1人確定なんで、比較的、なんて言うんだろう、エナジーは少なめで、まあ、選手が手に入ると。まあ、その分、ちょっと選手の、まあ、なんて言うんだろう、ゲーム内のランクもちょっと下がるよっていう感じでありますね。はい。でもね、今回ね、僕結構熱い選手いるんで、ちょっと見ていきたいと思います。はい、まず、土橋さんですね。土橋さんといったら僕世代かな。僕がちっちゃい頃活躍してた選手ですね。まあ、ミート78で、セカンド。まあ、正直、ヤクルト純正の方からしたら、まあ、山田哲人いるやんって話なんで、まあ、どうなんかなっていう感じはしますけどね。で、片岡さん。いや、ライドラの片岡さんめっちゃ強くない？俺めっちゃ強いと思うんだけど、まあ、ミート77ってことで、小5で A 乗るでしょ。で、パワー B 乗ってるでしょ。で、まあ、称号次第で総力も C 乗るし、俺全然ありだなって思うんだよね。サードの、まあ、これも悪くない。特殊で補給 B 乗るしね。俺悪くねえなって思うんだよね、サード。ただ、まあ、掛布さんとか持ってる方はね、まあ、あれなんだけど、ただ、スピー4000なんで、まあ、チャンス20丸ライドラ逆行、僕結構ね、これ熱いと思います。僕は熱い能力で、熱い特殊能力で来てると思っております。で、内海さんですね。まあ、内海さんは、まあ、ダルビッシュさんが流行らせたというか、本当にリアタイでね、強い投手なんですよ。そう、まさか内海さん第5弾で来るみたいな、そんな感じですね。はい、内海さんが来るんだったら、涌井さんが来てもおかしくなかったなと正直思っております。はい、まあ、9位79、制球80、スタミナ79ってことで、まあ、めちゃめちゃ強いですよね。オール A 可能ですね。はい、で、まあ、スクリューが、まあ、回るんですよと。そう、スクリューが、まあ、高さ、まあ、高めから、真ん中から、そして低めからとかね、いろいろな高さから投げることによって、まあ、あの変化が違いますよと。ということで、かなり強いんですよね。そう。で、まあ、スライダーも2種持ってますよと。ね、で、なんといっても超タイピング。で、コントロールもついてるよと。ということで、まあ僕、本当ね、内海さん、まあ、リアタイのローテに入っても全然おかしくないんじゃないかなっていうレベルではありますね。東出さんですね。まあ東出さん、うん。まあ、キクリンがいたら、TS キクリンがいるんだったらそんなに、重要じゃないかなっていう感じはするんですよね、僕は。まあ、通常のキクリンでもいいかなっていう感じはしちゃいますよね。で、落合さんですね。落合さん、9位75、制球82。まあまあまあ、なかなか高い能力できてます。ただまあ、リアタイ的に見るとね、スライダー、シュート、フォークっていうのはもうきついなっていう感じはしますね。はい、出ました、伊能さん。伊能さんはね、俺めちゃめちゃ強い、もらえると思ってます。はい、まあ、スタミナ70なのか、なるほどね。まあ、このね、スライダー、カットボールで、スプリット、縦スラ、ね、ツーシームついてますと。中継ぎ適性持ってますと。まあ、超4までいければ中継ぎもまあまあいけるんで、で、超タイピンでしょ？僕的には横浜純正の方は取りに行くべきなんじゃないかなっていう選手ではありますね。
村上くんですね、村上さんですね、村上さん、まあ、中段道で来てますとそうですね、でパスほど落ちですね、まあ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 ショートのね守備も独自で B に乗るということですけども、まあ補給が F、 まあ僕はもう補給 F はちょっときちいと思っております。オカッチですね、オカッチセンター A できた、オカッチいいじゃんセンター A、 なるほどね、まあ、オカッチグラウンダーっていうのがちょっときついけどね、弾道がね低弾道じゃないですもん、グラウンダーなんですよね。たださレフトライトもね突なしで守らせられますよということだったら、じゃあレフトの守備、まあ、TS 田口さんとか持ってなければ俺はなんかねもういいんじゃないかなって、レフト守備固めで守らせてもいいんじゃないかなって思ってますね。はい、久保ちゃん、久保ちゃんがいいんだ、76、なるほどね、久保ちゃん通信持ってる、通信持ってないか、なるほど、スローカーブ99はおもろそうですね、超タイピング、あ、大道さん懐かしい、大英ホークス、大英ホークスの大道懐かしいです、僕がちっちゃい頃の選手でございます。まあまあミッドパワー証拠次第で AB と、ね、いけるということですね。ライトも60度ですね。まあどうだろう、きちいな、日ハム金村さんか、もう金村さんって言ったら僕、ガンちゃんの後ね、岩本勉さんの後のエースって言ったらやっぱり金村さん、ミラバルさん、そんな感じがするんですよね俺は。でその後にダルビッシュさんが出てきたなっていう、そんな感じがしてるんですよね。たださ、まあオール B なんだけど、まあちょっとこのねスラカットはあるんだけど、まあ、能力的にちょっときついかなっていう感じがしてるんですよね。まあ、もちろんリアタイ目線です、リアタイ目線で見てますと思いますね。出た、柿内さん出た、パワー比めちゃめちゃいいじゃん、パワー78で証拠試合で乗るよね、俺これ西武巡査欲しいわ、柿内さん来年のスピリーグで舞う予感、舞える予感がしてる、レフトも全然守らせられるし、パワー比プル比通る、イエーやん、無課金派が欲しいですねってな感じで見ていきました。まあまあまあ、やっぱ目玉は内海さんが、内海さんがセナジで取るべき選手だと思います。はい、全然強いですからね。はい、あと片岡さんもまあなかなかいいかなっていう感じはしてますね。まあ、この2人かな、あとまあ柿内さんもおもろいかなっていう感じ。そう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 。はい、ということでね、見てまいりました、見てまいりましたということでございます。まあね、TS 第5弾、まあ欲しい選手がいるんだったらセナジ取ってもいいんですけど、まあ多分ね、来週の目標は25日。TS 第6弾が来ます。そこでねめちゃめちゃバリバリに熱い選手が来るんで、まあ、そこまでエナジー貯めてもいいですよと、ランキング走ってもいい方っていうのは、まあ、ここで引かないで、まあね TS 6弾で、まあ、エナジー使えばいいんじゃないかなと思いますね。ということで、今日の動画は以上でございます。ありがとうございました。